皆様こんにちは。公明党太田博之でございます。6月定例議会一般質問も今日で3日目、本日最後の登壇をさせていただきました。皆様大変お疲れのこととは思いますが、しばらくの間お付き合いのほどよろしくお願いいたします。またこの登壇の機会を与えていただきました関係各位並びに市民の皆様に厚く御礼を申し上げます。それでは通告に従いまして質問をさせていただきます。大項目1、第8次八代市交通安全計画について、皆様ご承知のとおり、今月1日より道路交通法が改正となり、人命安全の最優先の観点から後部座席のシートベルト着用や高齢者を守る意味でのもみじマーク表示（周知期間1年を含む）などとして義務付けられました。本市におきましても、交通事故の撲滅の観点から、昨年11月に第8次八代市交通安全計画が策定され、熊本県に提出されているようです。そこで1点目、この計画の概要と2点目、数値目標と現状について、特に2点目の数値目標と現状につきましては、この計画書の中身を見てみますと、安全計画目標のところで数値目標が2つ掲げられております。1つは年間で交通事故死者数7人以下、2つ目は交通事故負傷者数950人以下となっています。このように目標を数値で示すことは、私は大いに結構なことであると考えますが、この計画書には平成17年度までのデータで実績しか載っておらず、その17年度までの実績をもとに数値目標を立てられているようです。そこでこの目標値を掲げられてからすでに2年以上経過しておりますので、平成18年と19年度の実績がこの数値目標に対してどうであったかの結果が出ていると考えます。その数字をお示しいただきたいと思います。次に3点目、事故件数の推移について、事故の件数については数値目標は掲げておられないようですが、現在本市で事故の発生件数がどのくらいでどのような推移を示しているかを、ここ10年の実績と推移状況についてお示しください。以上3点について担当部長にご答弁をお願いいたします。次に2項目目、携帯電話のリサイクル推進について、現在国内だけで1億個以上、国民1人1台保有していると言われている携帯電話には、金などの貴金属やパラジウムなどのレアメタル、すなわち希少金属が多く含まれております。産業のビタミンと言われているレアメタルは、量の確保が不安定な状況が続き、世界の資源価格は高止まりしていると聞いています。レアメタルの確保は喫緊の課題となっており、使用済みで廃棄される IT 機器や携帯電話、電化製品の中に眠るレアメタルや貴金属を鉱山に見立てて、都市鉱山という言葉まで生まれ、この資源の少ない我が国にとっては、3R、リデュース・リユース・リサイクルの観点から、適切な処理と有用資源の回収に大きな期待が寄せられています。平成13年からは、メーカーと通信業者による事故回収システム、モバイルリサイクルネットワーク、MRN が導入され、この MRN が本年2月にまとめた携帯電話 PHS のリサイクル状況では、回収実績が2000年の約1362万台をピークに減少傾向が続き、2006年には約662万台に半減と報告しています。ところが近年、それとは裏腹に各携帯電話メーカー各社の価格競争やサービス競争は激しく、次から次へと新商品が開発され、モデルチェンジのスピードは相当速いものがあります。特に若者を中心に、いつしか何台もの使用済み携帯電話が
家に結構あるというのが実情ではないでしょうか。そこでこの携帯電話をリサイクルするためには、何といってもこの使用済み携帯電話の回収が必要不可欠です。そこで MRN は地方自治体に大きな期待を寄せています。しかしながら、まだまだ取り組んでいる自治体は少ないようです。具体的には、家庭などに配布されるゴミ分別案内の中で、携帯電話を捨ててはいけないものとして表示、記載の強化を図る、廃棄する場合は購入したショップで処理することを促すなど、分別モデル指定を受けている本市にとりましては、いち早くこの分別の強化に取り組まれてはいかがかと考えます。そこで1点目、本市の携帯電話リサイクルへの考え方、2点目、現状並びに分別の強化について担当部長にお尋ねいたします。次に3項目目、小中学校耐震化について。まずは中国四川大地震、そして先週14日に起きました岩手宮城内陸地震によって亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された方々に対しまして心よりお見舞いを申し上げます。一刻も早い復興を願うものでございます。改めまして、どこでどう起きるかわからない地震の怖さと想像を絶するエネルギーの大きさに言葉をなくしてしまいます。特に建物崩壊により多くの死者や行方不明者を出した中国四川大地震の結果を見るとき、国の建築法や管理基準の曖昧さはあったとしても、改めて建物は地震に対しては耐震性が最も重要であるということを誰もが痛感させられたと思います。また岩手宮城内陸地震に関しましては、日に日に被災の状況が明らかになってきているようですが、たまたま地震発生日が土曜日であったということもあり、幸いにも児童生徒への直接の影響は少なかったようですが、学校等におきましては206棟もの校舎のひび割れや窓ガラスが割れた棟があったようです。改めて小中学校の耐震化を急がなければならないという結果となりました。そのような中、先週の11日に国は参院本会議におきまして、我が党が強く推進しました議員立法である改正地震防災対策特別措置法が可決・成立し、公立小中学校などの耐震補強工事の国庫補助率を現行の2分の1から3分の2に引き上げ、改正法に合わせた地方財政負担が現行の3割強から 13.3% と半分以下に圧縮されました。この地方財政負担が軽くなったことにより、学校の耐震化が大きく進むと期待されています。そこで本市におきましても同様と考えますので、小中学校などの現状を含めた現在までの進捗状況と今後の具体策について、担当である教育次長にお伺いいたします。最後に4項目目、麦島公民館についてお尋ねいたします。現在麦島公民館は麦島農事研修センターの手狭な一室を事務所として間借りした形で運営をされております。麦島農事研修センターは旧八代市農事センターが前提となり、昭和54年度から開始された新農業構造改善事業において、農業従事者の研修や生活改善、健康増進の場として、また農業近代化推進の拠点として土壌検査室をはじめ、大小研修室、調理実習室、大小和室、トレーニングホールを備え、昭和56年に新設されました。しかしながら、ここ十数年は皆様ご存知の通り、麦島工区自体の農業職は薄く、地理的に見ましても市街地に近く便利で、地下水も豊富なことから、多くの住民の方が他の工区から移り住まれました。私自身も
平成元年に移り住み、当時はまだ家の周りは畑や野原が多かったのですが、今や幹線道路も通り、住宅街としての色がさらに濃くなっています。当然農事研修センターの利用状況も変わってきまして、現在では土壌試験が主に行われているようですが、利用状況とすれば現在では9割方麦島公民館として多くの校区の皆様に利用され、地域コミュニティの場所としてなくてはならない拠点となっています。しかしながら正式公民館ではないために、時には農事関係が優先される場合もあり、校区の皆様が遠慮がちに利用されているのも事実のようです。そのような中、ここ数年麦島農事研修センターをなんとか麦島公民館にしてほしいとの校区要望は強くなっており、また農事研修センターの内部充実や農業適材地域への移転提案など、熱心に先輩議員が提案された経緯もあります。しかし半分を国の補助金で建てられた施設のため、公民館となると目的外使用となり、補助金を国に返還しなければならないという財政上、法律上の問題がどうしてもネックになって、実現まで至らなかったところです。ところが、本年4月4日に政府は、地方自治体が国の補助金を活用して建設した施設について、完成後10年以上の経過を条件に、当初の利用目的とは異なる施設の転用や譲渡、取り壊しなどの財産処分を認める方針を固め、その際の補助金の国庫返納は求めないと、各省庁別に目的外使用における緩和措置を発表しました。まさにこの緩和措置は、地方が声を上げ、自民公明与党の政府が地方に手厚く差し伸べるべく、財政的にも配慮した地方活性化の救済策の一つだと考えます。この新聞記事を見たときに、本当に目を疑いながらも喜びました。麦島校区にとりましては画期的な施策で、まさに渡りに船の施策であると考えます。麦島農事研修センターを麦島公民館にとの麦島校区長をはじめ、各町内会長や麦島校区の皆様の長年の夢がいよいよ実現性を帯びてきたのではと考えます。そこで農林水産省の管轄と思いますが、麦島農事研修センターを目的外使用可能としての麦島公民館について、市の考え方を担当部長にお聞きいたします。以上、壇上からの質問を終わり、再質問は発言席にて行います。市民環境部長。まず1点目の第8次八代市交通安全計画の概要についてお答えいたします。この計画につきましては、交通安全対策基本法の規定により、国の第8次交通安全基本計画および第8次熊本県交通安全計画を踏まえ、計画期間を平成18年度から平成22年度までの5カ年間とし、作成しているものでございます。その内容としましては、まず交通事故のない市民生活の実現、人優先の交通安全思想、計画推進の基本的考え方の3つを本計画の基本的な考え方として掲げております。本計画は平成18年
6月23日に本市が行いました八代市交通安全都市宣言に謳っております。交通事故のない市民生活の実現を目指して、行政はもとより関係機関関係団体が連携を図りながら市民の皆様と一緒になって取り組んでいくものでございます。本計画の内容としましては、道路交通の安全と踏切道における交通の安全の2つに大別しております。まず道路交通の安全におきましては、交通事故死者数7人以下、交通事故負傷者数950人以下として数値目標を定めております。これは過去5年間の平均死者数が 10.6 人で緩やかに減少傾向にあったこと、また過去5年間の平均負傷者数が1103人であったことなどを考慮し目標としたものでございます。次に少子高齢化への対応、歩行者の安全確保、市民とのパートナーシップの3つの視点に立ちまして8つの道路交通安全の施策を掲げております。1、道路交通環境の整備。2、交通安全思想の普及徹底。3、飲酒運転の撲滅の推進。4、安全運転の確保。5、車両の安全性の確保。6、道路交通秩序の維持。7、救助救急活動の推進。8、被害者支援の推進でございます。これらの8つの施策を柱としまして、市民との連携協働によります交通安全運動を推進してまいるものでございます。次に踏切道における交通の安全におきましては、踏切事故件数ゼロを目標数値に設定いたしております。これは過去5年間における踏切の人身事故件数が1件であったためでございます。また踏切道の交通安全対策としまして、1、踏切道の構造改良の推進。2、踏切保安設備の整備及び交通規制の実施。3、踏切道の交通の安全と円滑化の推進の3つの施策を推進しまして、踏切道の交通安全を図るものでございます。以上が計画の概要でございます。次に2点目、数値目標と現状についてでございますが、数値目標のうち、まず死者数につきましては7人以下を目標に設定しております。平成18年では10人、平成19年では7人という結果になっており、平成19年は数値目標をクリアした結果となっております。次に負傷者数950人以下の数値目標に対しましては、平成18年では1032人、平成19年では925人という結果になっておりまして、平成19年は数値目標をクリアいたしております。これは関係機関関係団体および市民の皆様が一丸となって街頭キャンペーン等の交通安全啓発運動に取り組まれた結果であると考えております。次に3点目の事故件数の推移についてお答えいたします。事故件数の結果につきまして、平成10年から平成19年までの過去10年間を見てみますと、平成10年から平成17年の8年間は784件から860件へ増加傾向にありましたが、平成18年から平成19年までの2カ年におきましては816件から
739件へ減少いたしております。結果としましては10年前に比べて45件 5.7% 減少した結果となっております。本市としましては第8次八代市交通安全計画を推進していく上では数値目標や毎年の結果等を市の広報誌やホームページ等を通じまして広く市民の皆様へお知らせし交通安全意識の啓発を図りながら交通安全の推進を図っていきたいと考えております。またこのような取り組みを実施することにより市民の皆様に広くご理解ご協力をいただくとともに市民の皆様と一体となって交通事故のない市民生活の実現を目指した交通安全活動に取り組んでまいりたいと考えております。以上お答えといたします。太田博之君。はい、詳細にわたりありがとうございます。少し整理させていただきますけれども、まずはこの第8次八代市交通安全計画が18年度から22年度5カ年計画であるということ、それから8つの施策からなる交通安全計画と3つの施策からなる踏切道における交通安全の大きく2つに大別されているということが分かりました。計画の中の数値目標についてですけれども、目標に対してはいずれも喫緊ではクリアをしているということでですね、本市は非常にいい方向に向いているというふうに思います。ただ18年だけちょっと一旦、上がったということでございますけれども、まず事故件数の方でも、10年前ですね、10年前と比べても45件下がっているということで、これは先ほどありましたように、私も喜ばしいことだとあると思いますし、市民の皆様関係機関そして担当部署の努力の結果だと思います。ぜひこのまま右下がりで行ってほしいなと願うんでございますが、そこで再質問をさせていただきます。登壇した時も少し触れたんですけども、この事故の件数ですね、事故の件数について、事故の件数というのは安全計画の中に数値目標として項目に入っていない、これはおそらく接触事故を起こした場合に示談で済まされる方もおられるといった場合に正確にその事故件数の実態がつかみにくいんだなということは素人判断で分かります。その観点からか国県もこの数値目標を絶対に入れなさいよということはないということは理解をいたしますが、私はですね、本市の安全安心な街づくりの観点からですね、この事故件数ですね、警察が抑えている事故件数でいいと思うんです。この事故件数だけはやはり今年は多かった、去年は少なかったっていうぐらいに、その数字の把握ぐらいはですね、最低限度は必要だというふうに感じますね。そして目標をクリアしたときにですね、担当の方たちの励みになるんじゃないかなと私はそう思いますんですが、国県に出す計画書とは別に本市独自の事故件数の管理もしくは目標を立てたらいかがかと思うんですが、その辺部長どうでございましょうか。市民環境部長。はい、実績よりお答えいたします。事故件数につきましては県計画との整合性を図るため本計画の中に数値目標としては設定していないところでございます。しかしながら事故件数の活用は意識啓発には効果的というふうに考えております。従いましてまずは数値目標に代わるものとしまして実施段階におきまして指標を設定し、毎年の指標や結果を
広く市民の皆様へお知らせしながら活用していき、市民の皆様の交通安全意識の向上を図るため積極的に取り組んでまいりたいというふうに考えております。以上お答えといたします。太田博之君。はい、ありがとうございます。自己検出について意識向上の観点から指標を設定し、毎年の結果を他の数値目標と一緒に報告があるというふうに認識をいたしますので、どうぞ市民の皆様が安心するような報告を年に一度でいいと思いますんでですね、分かりやすい報告をお願いしたいというふうに思います。ここでこの項を総括して終わりたいと思うんですけれども、まず私がこの項目を質問に挙げた理由といいますか、自己検出へのこだわりをちょっとここで説明させていただきます。まあ、八千代弁で言うと、何様本市内を車で走っているとですね、いつも気になっていたことがあったんですね。でそれは皆様もよく目にされると思いますが、事故の目撃者探しの看板です。よく見ると思います。今年になって非常に多いなと思っててですね、例えば何月何日何時頃でこの交差点付近で、バイク対車の接触がありました、この事故を目撃された方は八代警察署までうんぬんという形の中で、至る所で見るなと。でその目撃者探した方は実際に届けを出てるんだろうかというふうに、そういうところまで心配をしましてですね、八代で結構私たちの知らないところで接触事故が起きてんじゃないかなということで、今回のこの質問項目に挙げさせていただいた理由でございます。この看板の多さ、看板が多いとですね、どうしても事故件数が多いんじゃないかなという推測をするんですが、担当課の職員の方と今年は多いんじゃないとと聞きましたら、多分ひょっとしたら多いかもしれませんという答えでしたので、年度末にちょっと注目をしておきたいんですけれども、なんとかこの事故件数も一緒になってですね、安心安全のまちづくりをお願いしたいと思います。それからもう一つ、この第8次八代市交通安全計画ですね、素晴らしい交通安全計画になっております。ただこの内容をですね、本当に突き詰めていったら、もうモデル都市が、交通安全モデル都市になるんじゃないかなという思うんですが、現実はそうはいかないと思います。ただ5年に一度ですから、ピントがずれてこないようにですね、毎年しっかりとした生活安全課の皆さんの職員の皆さんがしっかりと指標を持ってですね、仕事をしていただきたいなと。それをしないとですね、この計画書というのはもう絵に描いた餅になると思うんですね。素晴らしい内容です。これをどう実践していくか、聞くところによりますと、この下に実施計画書はないということなんで、これは文書管理の方式になりますんで、機会があればまた別途質問させていただきますけども、とにかくこの交通安全計画にのっとった形でこの5年間をですね、新任の上野部長であられます、経験も豊富でいらっしゃると思います。どうか生活安全課一丸となってですね、交通事故というのはすぐ結果として出てくると思います。その撲滅に頑張っていただいてですね、自分たちの頑張りがそのまま結果に出ると思いますので、市民の皆様からも、あるいは私たち議員からも、生活安全課の職員の皆さんは一生懸命頑張っていると、おかげで事故が減って、より一層安心安全な街になったなと言われるよう、積極的に取り組んでいただきたいというふうに思います。次をお願いいたします。市民環境部長。議員ご質問の第2点目、携帯電話リサイクル推進について、本市の考え方と現状並びに分別強化につきましてお答えいたします。電子機器、特に携帯電話などに含まれております希少金属、いわゆるレアメタルは、世界的な需要の増大で価格が高騰し、
安定した調達が難しくなっている限りのある大変貴重な資源であると認識いたしております。まず本市の資源の日における携帯電話の取り扱いについてでございますが、市民の皆様に配布しております保存版家庭ごみの正しい分け方出し方におきましては、小型電気製品類として取り扱っており、正し書きによりまして携帯電話はなるべく販売店に返してもらうようにお願いしているところでございます。実際資源の日の収集時におきましては、月に約20台から30台くらいを収集しておりますが、資源の日以外の持ち込みにつきましてはほとんど見受けられないのが実情でございます。このようなことから、大方の人が機種変更時に販売店に返却されるか、あるいは家庭におきまして保管されたままでおられるのが現状ではなかろうかと思われます。今後も市民の皆様へ携帯電話リサイクル推進に関する意識啓発につきまして、今年度新しく配布予定のごみ分別パンフレットや広報誌などあらゆる機会を捉えまして、携帯電話が貴重な資源であることを鋭意啓発してまいりたいと考えております。以上お答えといたします。太田博則君。はい、なかなかですね、本市におきましても MRN 報告同様、資源ごみとしての意識はですねまだまだ薄いようでして、資源ごみとして出てくる量は少ないのかなと思っております。機種変更の際は当然携帯ショップや大型電気量販店などでその場で回収となっているというケースが、私もそれが当たり前だと思っておったんですけれども、しかしながらいろんな自分の身近な人に聞いてみますと、私もそうなんですが、もう機種変更5台か6台ぐらいしてきてますね。で、2、3台は必ず家にあるよと。それと充電器ですね。充電器はもう機種によってその今統一をしようとしてますけども、その機種によってもう決まってしまっているということで、充電器も結構あるというふうに思っております。アドレス帳としてバックアップ、個人情報ですね、これは1台あればいいんじゃないかなと思いますので、 2、3台ある家庭はぜひリサイクルとして啓発運動すればですね、どんどん出てくるのではないかなというふうに考えております。この携帯電話リサイクルについては全国で今からいろんな活発化してくるというふうに思います。我が党でも青年局で署名運動しながらやっております。技術的なレアメタル抽出の動向、これはレアメタルを集める業者、会社等がまた新しく出てくるんじゃないかなという気がするんですが、本市は何遍も言いますが分別モデル指定都市であります。積極的なですね、今後の分別強化をいち早く取り組まれることをお願いいたしまして、この項を終わります。次お願いいたします。教育次長。ご質問の3項目目、小中学校耐震化についてお答えをいたします。文部科学省が行います公立学校施設の耐震改修状況調査における対象建物は、非木造の2階建て以上または非木造で延べ床面積200平米を超える建物となっておりますが、現在本市の小中学校施設における対象建物は191棟ございます。そのうち最近改修や改築を行いました文星小学校、宮柳小学校の校舎、第二中学校、第五中学校、
宇柳小学校、松坂小学校の体育館など、すでに耐震改修を済ませた建物、および耐震診断の結果、耐震性があると診断された建物、並びに新耐震基準で建てられている建物が合わせて86棟ございます。一方、今年度から改築に取り組みます第八中学校など、今後建て替え計画等がある建物も含め、現時点で耐震化未実施及び耐震二次診断未実施の建物が小学校で47棟、中学校で58棟、合わせて105棟ございます。これまで耐震化を進めるにあたりましては、校舎につきましては耐震補強及びリフォーム等も同時に行います大規模改造の2通りの方法で、また体育館につきましては学校のニーズや地域における社会体育活動、さらには非常時における地域住民の避難場所としての役割等を考慮し改築を行ってきております。教育委員会が管理しております学校施設はその数が非常に多く、それら施設の修繕維持補修など施設整備や維持管理におけるニーズは多大なものがございます。そのような状況のもと、耐震対策につきましても限られた予算の中で計画的に進めてはおりますものの、短期間に対応するのは困難な状況にあり、本市の耐震化率は全国平均を下回っている状況でございます。今回の中国四川大地震で学校施設が倒壊し、多数の児童生徒の犠牲者が出たことを踏まえ、国でも耐震化を急ぐため国庫補助率の引き上げ等が検討され、先ほど議員も申されましたように、去る6月11日に学校施設の耐震化に対する国の支援措置を大幅に拡充することを内容とした地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律が成立いたしました。今回本定例会の冒頭での提案理由説明において、市長が申しましたように厳しい財政状況の中ではありますが、学校施設の耐震化につきましては最優先的な課題として取り組むよう指示があっておりますので、教育委員会といたしましても今後積極的に耐震化を進めてまいります。特に耐震性が低く対応を急ぐ必要がある建物につきましては、早急に関係部署と協議調整を行い、具体的な実施計画を取りまとめ、国県の指導を仰ぎながら速やかに取り組んでまいる所存でございます。以上お答えといたします。以上。太田博則君。はい、ありがとうございます。質問通告をしましてから地震が発生したもんですから、非常にタイムリーな質問となりました。詳細につきましては明日総務委員会の先輩である論客鋭い古島議員にお任せをいたしまして、私はさらっといきたいと思います。本市の小中耐震化率 45% ということで、進捗については実態がよく分かりました。本市の進まないというよりも、私は進めなかったというふうに事情を理解させていただきたいと思います。突発的な小学校の体育館の火災等もあってですね、進めたくても進めなかったと、予算の関係もございますが、そういうふうに私は解釈をさせていただきたいと思います。しかし今後はこの法改正によって随分と進みやすくなったと思いますので、ただいまの答弁で、市長も教育委員会の皆さんも考えているベクトルは同じだと確認できましたので、どうか3年間というですね、期限がついております。どこの自治体もせーのでスタートラインに立って、やり出すと思います。検査や認証機関等で当然
集中して混んできて後回しというふうになる懸念があります。どうか足しに遅れを取らないようですね、計画を持ってスピードを持って実行されていくことを願っております。そこで1点だけ再質問させていただきます。これも前々から私は気になっていたんですが、本庁は大変古い建物でございます。この本庁、そして別棟の教育委員会等、そして各支所の耐震性についてはどうなっているでしょうか。もし診断等の結果があれば合わせてお聞きしたいというふうに思います。担当部長にお願いいたします。総務部長。自責よりお答えをいたします。昭和56年の新たな耐震基準以前に建築をされましたのは本庁舎および坂本、東洋、泉の3支所でございます。船長、鏡の2つの支所につきましては新たな基準以降に建築された建物でございます。その中で耐震診断を実施いたしておりますのは平成8年度の本庁舎のみでございます。本庁舎の耐震診断につきましては耐震性に疑問があり大規模な耐震補強の必要があるというふうな結果でございました。当時の耐震補強案では各階とも耐震の壁や鉄骨補強材が必要とされ、執務室も細かく区切られ、特に1階の窓口においては蚊の配置ができなくなるような状態でございまして、執務に多大な支障をきたすものでございました。こういう事情からやむを得ず耐震改修を現在まで実施していない状況でございます。本庁舎は昭和47年の建設でございまして36年を経過し、老朽化も著しく、また新市の本庁舎としては狭隘で複数の部署が分散している状況でございまして、さらに本庁舎の耐震化には大規模な補強が必要でございます。このようなことから本庁舎は多くの市民の皆さんが訪れるところでもあり、また防災の拠点機能も有していますことから早い時期に判断し改築も含め多面的に検討しなければならないというふうに考えております。以上お答えといたします。以上。太田博則君。はい、なかなか答えにくい難しいご答弁をありがとうございます。ざっくり申し上げて船長鏡師匠以外はとても厳しい状況にあるということが分かりました。特に本庁は防災中枢機能も兼ねて備えてますんでですね、一刻も早く何か手を打つべきだというふうに私も考えますし、予算の関係上現状では難しいと皆さんも一堂に思っていることだと思います。視察に行きますと、委員会で視察に行きますと本庁よりも古い支所、本庁よりも古い建物いっぱい見ますね。ですから全国的に地方自治体が抱えている問題は同じだと私は思います。この地震国日本、先の小中学校耐震化と同じように私は国策で早急に進めるべきだというふうに思います。私自身も党のネットワークを使い直に国にできる限りお願いをしてまいりたいと思います。皆さん市長をはじめ行かれる政府要望にもですね、積極的にこの案件を織り込まれることを強くご提案申し上げてこの項を終わります。次をお願いいたします。農林水産部長。議員ご質問の農事研修センターを麦島公民館に移管する場合の目的外使用における緩和措置につきましてお答えをいたします。ご指摘のとおり国交補助事業等の補助対象財産の財産処分、すなわち財産の補助目的外への使用、譲渡、取り壊しなどが
ありますが、これに対する制限をめぐり、かねてより地方から国に対し改善の声が上がっておりました。これを受けて国においては財産処分の弾力化について検討が重ねられ、農林水産省では今年の5月に処分制限期間の短縮や手続きの簡素化などを盛り込んだ財産処分の承認基準の見直しを行ったところでございます。この見直しによりまして、農林水産省の補助金を活用して設置された本市農事研修センターは、財産の目的外使用で生じる国庫補助金の返還などが緩和される対象施設となったところでございます。市といたしましては、農事研修センターを麦島工区の公民館に移管することにあたりましては、現在農事研修センターで行っております農業後継者育成や組織育成、そして土壌分析などの解決を図らなければならない業務もございますので、これらの対応を含めまして十分に検討を重ね、早急に進めてまいりたいと考えております。以上お答えといたします。太田博之君。はい、ありがとうございます。ただいまのご答弁で間違いなくこの麦島農事研修センターが国庫補助金の返還が緩和される対象施設であるとのお墨付きがいただけたものと考えます。いよいよ麦島公民館への移管が現実味を帯びてきたなと感じます。今後は農事研修センターの受け入れ施設の兼ね合いもあると思いますので、早急にお願い申し上げます。最後に、このような緩和措置対象施設となったにせよ、最終的にはトップ判断が必要と思いますので、トップであられる坂田市長のご所見を伺いたいと思います。市長坂田隆君。大丈夫です、心配いりません。その方向で進めます。市長太田博之君。はい、今日はお忙しいところ何回もありがとうございます。もう素晴らしい、市長の精一杯取り組むとの力強い姿勢にですね、麦島工区の皆様大変喜んでいらっしゃると思います。これで27日航空要望の半分はこの案件は終わったと市長の今の答弁でですね、実感しております。今後麦島公民館として運用していく場合にはですね、担当部署であられる生活安全課の皆様に大変お世話になるかと思います。どうぞ56年の建物でございます。あちらこちらでガタが来ておりますので、お料理に手直しはされておるんですけれども、補修工事につきましても、ご準備のほどよろしくお願いいたします。最後に、先般太陽航空では太陽公民館が完成いたしました。麦島公民館も見えてきました。このように航空のコミュニティの拠点が充実するということは、そのまま航空が元気になります。今の市長の答弁で本当に麦島工区の皆様が元気づけられたというふうに思います。工区の元気がそのまま市の元気につながっていくと思います。他にもこの緩和措置の対象施設が本市にあるとのことを聞き及んでおります。どうぞ今後ますます各工区が元気になっていくことを期待いたしまして、今回の私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。